空旅信州77、天竜村にやってきました。信州を代表する茶どころ、中井侍地区です。天竜川を望む急峻な斜面におよそ6ヘクタールの茶畑が広がります。天竜村は1956年平岡村と上原村が合併して誕生しました。天竜川を挟んだ村と村が合併するのは下伊那郡では初のことでした。新緑の中を落ちる上新の滝、高さは20メートルとも30メートルとも言われています。滝には不動明王が祀られていて、古くから信仰の対象となっています。滝の手前に現れる古い鉄橋はかつて飯田線の線路として使われていました。1982年に平岡鶯谷トンネルが開通し、その役目を終えたと言われています。